伊テロ郎は大阪府出身の写真家。現在はアメリカ・ニューヨーク州北部に在住。1949年、大阪府豊中市に生まれる。中学、高校生時代を山口県岩国市で過ごし、岩国高等学校を経て日本大学芸術学部を卒業後、1970年に渡米へ。4年後にはニューヨークに伊テロースタジオを設立した。 以来、ニューヨークを拠点に、作品の制作、発表を継続。1993年から1996年にかけて、たびたび、カンボジアを訪れ、アンコール遺跡を撮影するなどした。フレンズ・ウィズ・アウト・ア・ボーダーを設立したほか、1999年には、アンコール小児病院を開院した。1420インチのカメラで、世界の聖地を撮影し続けている。 2000年に日本写真協会文化振興賞を受賞したほか、2014年にワールド・オブ・チルドレン・アワードを受賞。2017年からはセイクリット・ラントを、2018年からはノを制作している。彼の作品はメトロポリタン美術館やサンフランシスコ近代美術館などの美術館にある。これまで23冊の写真集を出版。 特定非営利活動法人フレンズウィズアウトは、ボーダージャパン。創設者いつだてろう紹介。フレンズウィズアウトはボーダージャパン。2020年10月12日閲覧。いつだてろうプルフィール。w e b c a c h e g o o g l e u s e r c o n t e n t c o m 2020年10月12日閲覧。いつたけお。gs.film.com。 2020年10月12日閲覧、ありがとうございます。